皆様、いつもご視聴していただき、ありがとうございます。気になるニュースを紹介しています。かずみです。日本メディアで報じられては、政府に否定されていた、ムン大統領の訪日観測。かなり拒否しているのに、ぐいぐい上から目線で、来日したいようです。そんな記事を紹介します。タイトル、青瓦台、東京五輪参加に最後通帳。懸案一つも出なかったら不参加？中央日報の記事を引用します。大統領府が11日、ムン大統領の東京オリンピック参加するかどうかをめぐって日本側に事実上の最後通帳を出した。青瓦台関係者はこの日、中央日報との電話取材で、青瓦台の最終的な立場は日本と解決しなければならない三大懸案のうち少なくとも一つについて誠意ある議論がなされてこそ、我が大統領の訪日を検討することができるということとし、日本側が最後まで前向きな態度を見せない場合、ムン大統領の開幕式不参加を宣言するしかないと述べた。最後通告のデッドラインとして今週序盤を提示した。何でしょう、この上から目線は。大統領府が提示した3つの懸案は、労働女性問題及び昔の強制労働者問題、日本の輸出規制強化問題、福島原発放流問題などだ。この関係者はいずれも首脳会談1回で解決しにくい事案ということを知っているとし、警告の立場は韓日首脳が急を要する懸案について、少なくとも協議でも始めてこそ未来を図ることができるということと説明した。大統領府のこうした立場は、当初核心懸案全てをテーブルの上に持ち出して首脳らが一気談判をすべきだとした当初の提案よりかなり後退した内容だ。青瓦台関係者は、訪日の条件として提示した成果の意味についても、当初は意味ある結果を掲げてきたが、日本側の事情を考慮して協議の開始も成果として受け入れることができると目線を下げたとし、このような青瓦台の提案に対して、これからは日本政府が誠意ある回答をしなければならない時点と述べた。すごい記事の内容でびっくりさせられますね。こうした立場変化の背景は、青瓦台が韓日関係改善をそれだけ急を要する懸案として認識しているからだ。実際、青瓦台国民疎通主席はこの日、自身のフェイスブックに、韓日の争いはチルム警告相撲をするためのものとし、チルムをしないための争いはないと書いた。何が言いたいのか分かりませんでした。現在の韓日両国の立場調整が会談を成功させるための駆け引きという点を強調したものと解釈される。これについて青瓦台関係者は、その間嫌気を政治手段として活用してきた菅首相は9月に重要な選挙を控えていて、警告の初期条件を全て受け入れることが難しいという現実的な悩みを青瓦台も一定部分受け入れたと述べた。続いて、日本が単に首脳間の人事だけをする形式ではなく、外交長官と安保室長が陪席する首脳会談形式を受け入れる場合、会談時間にも大きくこだわらない意向もあると伝えた。青瓦台は週末の間、日本との水面下の調整を通じて、少なくとも1時間の会談時間は確保されなければならないという立場を伝えたとみられる。しかし、日本の共同通信は、この日、日本政府関係者の言葉を引用し、菅首相は、各国の主要人物と会う日程を考慮し、一人当たり、原則的に、15分程度の会談を考慮するだろうと報じた。共同通信は、特に、日本は、歴史問題で譲歩してまで、ムン大統領が来ればいいとは思わないという外務省幹部の言葉まで伝えた。大統領府が提示した三大懸案のうち、歴史問題は、論議の対象にならないという意味だ。外交関係者は、こうした状況にもかかわらず、ムン大統領が、結局、最小限の名分を作って日本を訪問する可能性が高いという観測が支配的だ。政府のある高位関係者は、中央日報の電話取材に対して、オリンピック開幕直前に韓米日外交次官会談が行われ、これを土台に来月3カ国の外相たちが軽半島問題をはじめとする主要事案に対する論議を本格化するとし、
ムン大統領の訪日も、米国が対中対北政策の前提として要求している革新同盟の復元という脈絡で理解しなければならないと述べた。結局、ムン大統領の訪日は残る任期のムン政府が全力を尽くすと予想される北の国問題とも直接関連しているという意味だ。大統領府がムン大統領の訪日を実現させるために当初提示した条件を大幅に引き下げて対日交渉を進めているのもこのような脈絡からだ。しかし、日本は同日までに大統領府に政府レベルで公式にムン大統領を招待したいという意思を伝えなかった。五輪開幕式までわずか12日しか残っていないと伝えています。それでは計国人の反応を紹介します。私は大統領の行動を見てるととても腹が立ってくる。支持者を信じて対日外交をこのように台無しにしたのか。女性労働問題合意破棄した時、すでに私たちは正当性を失ったんだよ。それを維持しながら日本が違うことを言うなら合意しておいて、なぜこのような発言や行動をするのかと追求していれば、より正当性があったはずなのに。私たちが先に破棄したから日本がああやって発言するようになって、私たちの言い分が通りづらくなるのでは。五輪の精神を知らないのか。政治的利用禁止で純粋なスポーツ交流をすること、だから世界的に非難されるのだ。外交もゼロ点。恥ずかしい。ムン大統領と玉ねぎ男が手に手を取って日本に呼ばれたらどうだ。 C 国にくっついて日本を食べようとしたのだろうが、再び C 国政府が追い出すから、今は日本の顔色を伺って悪口を言われる。本当に外交がうまい。あなたは行くなって。反日扇動して任期末に北の国のせいで日本に首脳会談を要求。じっとして閉じこもっていた方が身のためだ。ユン・ミヒャンも一緒に日本観光でもして帰ってこないでほしい。ここまで来ると何をしても文句言われるレベルで笑えてきますね。それでは日本人の反応を紹介しますね。日本攻撃をすれば国民の支持は得られるという政治構造だね。各政党と全ての政治家がいかに上手に反日発言、反日政策をするかで選挙も政権与党も大統領も決まるという政治構造。これは前大統領で日本の国民がはっきり気がつき始め、文大統領で日本のほとんどの国民が確信を持ち、そして日本だけでなく欧米諸国 EU までもが気がつき始めた。つまりこれを続けている限り、K国で今後誰が大統領になろうと政権与党が変わろうと日本の国民から信頼は得られない時代に入ったということ。また日本の政府も迂闊に K国に譲歩できなくなったということだ。文大統領の責任は重いな。いくら K 国側が関係改善と訴え続けようと、日本の答えを求めていようとも、これまでずっと要求している答えを K 国側が出さない限り、日本は K 国に答えを出せるわけがない。たとえ会談時間が10分だろうと10時間だろうと、話がまとまるわけがない。少し考えたらわかることだよね。日本側は無用な話し合いを求めてはいない。必要なのは結果だけ。だから意図的にリークして話し合いを潰しにかかっているのだと。日本側が求めいることはただ一つ、約束を守る。その一点。なぜ日本につきまといたがるのか意味がわからない。もう構わないでもらいたいと多くの日本国民が思っていることだ。あちらの問題に日本を巻き込もうという魂胆だと思うが、もうその手には乗らないと知るべきだ。いかがですか。ボールは K 国にあるのですから、宿題の答えをしっかり提示して堂々と来日すればいいのにと思います。今回は以上です。面白いと思っていただけたらチャンネル登録、高評価の応援をお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。